石をのけたらダンゴムシ。今日はフック船長の右目というお話です。あるひなびた港町の酒場に一人の年老いた海賊がやってきた。海賊の左足は義足、右手は鋭い鉄製のフック、そして右目は黒くて丸いアイパッチを当てていた。海賊はカウンターにゆっくり座るとウイスキーを注文し、一人静かに飲み始めた。独特の雰囲気を漂わせる海賊の姿に興味を抱いた酒場の若い客が海賊に恐る恐る近づいて口を開いた。あの、失礼ですが、あなたは海賊ですか？海賊は答える。ああ、そうさ。やっぱりそうなんだ。あの、こんなこと聞いていいのかわからないんですけど、その左足はどうされたんですか？海賊は答える。この足か。これは若い時大きな商船を襲ったんだが、その商船は俺たちをおびき寄せるためのおとりだった。相手の船にはたくさんの兵隊たちが隠れていてな、この足はその時くれてやったのさ。もちろん兵隊は全滅、お宝はごっそりいただいたがな。へえ、すごいですね。じゃあその右手はどうされたんですか？これは仲間を裏切って宝を持ち逃げしようとした連中と激しい打ち合いになった時だ。奴らの撃った弾丸が2発貫通してな、結局この鉄のフック付きの義手にした、そういうわけさ。まあ当然裏切り者は全員海に叩き込んでやったがな。いろいろな修羅場をくぐり抜けてきたんですね。じゃあやっぱりその右目も？この右目か。これはある日空を見上げていてな、その時鳥が糞をしやがってこすっちまったんだ。フックの義手をつけた2日後のことだ。Don't be fake.